ああ、リサさんのしたことを許す、許せない。これ許せないってやっちゃったらどうなんだろうね。したくないけどさ。まあ、だって要はあれでしょ？牧原さんから守ってくれたってことでしょ？変態を。まあ、個人的にはこの子好きなんで許しますけど。リサちゃんが理由を教えてくれたんだ。今度は僕が約束を守らないとね。言ったじゃないか。一緒に解決したいって。いいって、何が？私のこと、あんなひどいことをしたのに、許してくれるんですか？それは、そうだね。すごく驚いたし、悲しかったけど、僕はもう気にしないよ。本当ですか？でも、僕以外の人にも謝らないと。嘘をついた女の子にも許してもらわなきゃダメだと思うんだ。そうですよね。まあそうだね。だから一緒に謝りに行こう。その子のところへ。さえちゃんのところに行くのかい？ 二人で一緒に行って一生懸命謝ろう。もしかしたらすごく怒られるかもしれないけど、仕方ないよね。頑張ろう、リサちゃん。それはダメです。あれ？ あれ？なんで？一緒に行ったらダメなんです。ああ、リサちゃんだけで行くってこと？でも、リサちゃん。お。一人で行くの。そうしないときっとこれから二人で一緒に歩けないから。もっと早くにこうしていればよかった。遠くから見ているだけじゃダメだったんだよね。あなたの近くにいると、こんなにも私の世界は広がるんだって知らなかった。これから知っていけばいいよ。僕もリサちゃんのことをもっと知りたいし、きっとリサちゃんも僕のことでまだまだ知らないことがあると思うよ。そんなことないです。いろいろ知ってます。さすがだ。 さすが。そんなことないよ。例えばさ、リサちゃんと一緒にいる時の僕のことってまだ知らないんじゃないかな。だからお互いのことを知るために。お、屋上に出たね。帰ってきたら一緒に、そうだ、行きたい出店はある？あなたが行きたいところなら。おう、リサちゃんの行きたいところ。イカ焼き食べたいな。イカ焼きか。おう、一緒にイカ焼き食べよう。他にもいろんなところに行こう。その子は創設祭に来てるのかね？行ってらっしゃい。男学生。頑張るし、今の講義ど、こ、講義？なんだ？今日は前の方に座ったけど、やっぱり教授の声が聞き取りにくくて、大学かな？あの子、や、あの教授、声小さいからな。困ったもんだよな。ああ、そうそう。今日さ、コンパがあるんだけど、お前も来ないか？先週もそんな話してなかったか？今週は違うんだよ。相手はフライトアテンダント。マジか。すげえな。おいおい、知ってるだろ。僕にはちゃんと。何してるの？お、かわいい。こんにちは。かわいい。本当に。もうあれか、創設祭の話は終わってるんだね。で、大学生になったのかな？こんにちは、神崎さん。神林には、リサちゃんがいるもんな。何の話？
同じ大学入ったんだね。コンパに誘ってもらったんだけどさ、完全にあれだよな、数合わせだよな。ずっぱりと断られたんだよね。え、どうして？いやいや、それはリサちゃんがいるからでしょ。まあ学内でもラブラブで有名なカップルだし、来ないと思ったけどさ。何、学内でもラブラブで有名なカップルってどんだけイチャついてんのよ。え、別に言っても構わないのに。マジでか、浮気 OK なのリサちゃん。そうなの？一緒に行くから。一緒に来るんかい。よしてくれよ、コンパにカップルで来るなんてさ、ただの飲み会じゃねえか。行かないって。やれやれ。そうそう、二人はえらくお似合いだけど、知り合ったきっかけって何なの？こいつがな、牛乳飲んでやったんだよ。高校2年の時、小学生の時にリサちゃんが転校してきてね。へえ、いいな、俺にもそんな素敵な出会いがあれば、毎週のようにコンパやなんか行かなくて済むのにな。そうだな。大丈夫だよ、きっかけがあればきっと。そう、きっかけさえあればきっと大丈夫。私もあなたに出会えて変わることができた。けれど私は変わる過程であなたや他の子にたくさんの迷惑をかけてしまって、もしあなたが一緒にいてくれなかったら解決なんてできなかったと思う。きっと私もこんなに明るくなんてできてない。今の私がここにいられるのはきっとあなたのおかげ。ありがとう。あんなに不安だったのが嘘みたい。私のことを思ってくれている人がいて、それを信じることができる。あなたのことを、そして私自身のことを信じる。一度くらいはあなたもコンパに行ってもいいかもね。女の子の友達くらい多めに見てあげないと。でもそれってやきもちを焼かないって意味じゃないんだよ。私のことちゃんと愛してくれなきゃダメなんだから。なんか一気にイベントが終わったぞ。へえ、こんな感じなんだね。神崎リサのイベントが追加されました。ほう。ほう。エンディングはないんだ。スタッフロールないんだ。へえ。うわーってことで終わってしまいました。いかがだったでしょうか。これでメインの6人の女の子プラス、今回の神崎リサちゃん隠しキャラの女の子ということでやっていきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、やっぱ可愛いわ。やっぱダントツで可愛いわ、あの子は。本当にやっぱリサちゃんが一番可愛いなと思いました、本当に。まあ今までね、どうも長い間この実況やってまいりましたが、ご視聴の方をしていただきまして本当に本当にありがとうございました。皆さんは誰か好みの方いらっしゃったでしょうか。そしてですね、リサちゃんルートやってきましたけど、サイちゃんファンの皆さん大変申し訳ありませんでした。本当にまあね。一応サイちゃんはサイちゃんルートでね幸せにしたんで許してください、お願いします。本当にね長い間ね、このゲームやってきて、今までいろんなゲームの実況シリーズ開けてきましたけど、一番多くの動画をこのゲームで費やしてきたと思います。本当にねギャルゲーって生まれて初めてやってみて、なんだろう、本当に面白かったですね。純粋に楽しむことができました。まあ主人公も主人公でね変態な行動が多くて、まあね、時々ね、あ、かわいそうだなって思う時もね、いろんな意味でありましたし、
もちろんね、こいつの行動でいろんなね、女の子たちが心動かされて、こいつの行動にたまにはね、感心したりしてたんですけど、本当にこの主人公とか、まあ梅ちゃんとか、いろんなキャラクターが、まあ個性的ですごく楽しむことができました。もちろんね、それぞれの女の子がすごい個性的で、こんなことすんのかよみたいな、ところはあったんですけどね。まあより詳しくはですね、一応ね、今回でこのゲームシリーズの実況は終わりになるので、ラジオの方やっていこうかなと思います。そこで、それぞれね、のエピソードのお話を細かくしたり、あとは皆様からですね、もし質問等があればその質問等に答えていったり、あとはね、実況の裏話とかね、していけたらなというふうに思っております。もしですね、私ミツの方にですね、質問とか感想等がありましたら、ぜひ動画の説明欄にも書いてあります、Twitter でも構いません、メールでも構いません、この動画のコメント欄でも構いません、何か、コメントしていただければと思います。よろしくお願いいたします。で、そのラジオについてはですね、またちょっと期間を空けて皆様の方にお届けしようかなというふうに考えておりますので、それまでは、まあ、今までの動画をぜひ見直していただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いやー、本当に面白かったです。うん、皆様もぜひね、機会があればやってみてください。なんかいろんなハードで出てるみたいなんで、うん、僕がやってるこれはプレステ2のやつなんですけど、他にもなんか PSP やら PS ビータやらでなんかいっぱい出てるみたいなんで、ぜひやってみてください。おすすめはやはりリサちゃんです。今見てもらった通りです。めっちゃ可愛いです。もうとにかく可愛いです。もう何が言いたいかというと、めっちゃ可愛いんですとにかく可愛いんです。さあ、めっちゃ連呼しましたけど、うん、初めてですね、僕そういう二次元の女の子とかに対してここまで可愛いっていうの、まあ今までね、あんまりそういう対象で見てなかったからだと思うんですけど、まあちょっとね、あんまり長く話してても仕方ないんで、今回はここまでにしておきたいと思います。本当に今までたくさんの動画を上げてきました。ここまでご視聴本当に本当に本当にありがとうございました。今回はここまでにしておきましょう。Twitter とブログやっておりますので、ぜひぜひご感想等いただけたらと思います。メールでももちろん構いません。では、次回作、新作の方でぜひ皆様とお会いできればと思います。では、またお会いしましょう。バイバイ。本当にありがとうございました。あらかじめ言っときます、めっちゃ可愛いですめっちゃ可愛いんですよ、僕大好きなんで。この子ですね、はてなはてなはてなですけど、さてと、神林くんのお宝本チェックの時間ですよ。声が当てられてないんで、僕の気持ち悪い声で我慢していただければと思います。私以外秘蔵のお宝コレクションのランキングなんて絶対知らないよ。まあ知ってたら怖えなその前に何か手を打たないと。言っちゃった。本当にサエちゃんファンの皆さん本当にすみません。でも仕方ないよね、私が守らないとダメだから。すげえ落ち方したこれは怖いなどうして僕の椅子の背もたれにガムがくっついてるんだよ。なんだなんだ、よく見ると僕の机の向きが前後逆になってるじゃないか。なんだそりゃ。これじゃ椅子を引いた時に大きな音がするに決まってるよ。どうして僕の上履きの中にん、マジックで線が引かれてる。なんだそれ。僕のシャーペンの線、んシャーペンの芯を全部抜いてそれを消しゴムに刺す何その中学生でもやらないようなことやってんだよ。でもまさか英語の教科書にエッチな写真のブックカバーがテープで貼り付けられてるくだらねえなんだそれ。あれ、あらで出てきた。やだ、忘れちゃったの。牧原美香だよ、中学で同じクラスの。あ、じゃあ中学校の頃はこんなにキャピキャピしてなかったね。キャピキャピって言い方も古いなおっさん、おい、なんであの日来なかったの。あ、え、これホラーだな
怖えよ。超可愛くないっすか。もうね、気持ち悪いぐらい多分言うと思いますけど。はい、私ミノッシーの神崎リバです。いきなり呼び出しちゃってごめんなさい。誰にも邪魔されない場所でキリキリキリしたくて、人が人を好きになる理由を知れて進路したきっかけからだと思うの。私合わせられると思います。あざす。何一人でガッツポーズしてんの俺は。私だったらあなたを満足させてあげられる、あなただけの女の子にしてください。喜んでって。よかったね。うわ、やっぱり笑うとすごく可愛いぞ。神崎さんだなんて、リサって呼んでください。知ってほしいな。あ、本当に来てくれたんだ、嬉しい。いやこれ個人的にはなんだろう、すごい気持ち悪いこと言っていいですか、これ全部埋めたい。全部見たいんだけど。あ、外れても上がるんだけど。この子すげえ、珍しくこいつが紳士だ。この動画のタイトルにもあるように、こいつ紳士になってやがれ。もちろん本当にこいつと被るな。これはダメなんです。あらら、すごいな、自分の写真が入ったペンダントを彼氏にあげるってすごい勇気だな。僕の写真がリサちゃんの胸に、やめろお前そういうことを考えるの。ニーニーの明日の予定は？ガン虫。やっぱり可愛いなリサちゃん。ああ恥ずかしい恥ずかしい。だから一緒に謝りに行こう、その子のところへ。一人で行く、これから二人で一緒に歩けないか。そんなことないよ。例えばさ、リサちゃんと一緒にいる時の僕のことってまだ知らないんじゃないかな。それじゃ行ってきます。